ができないので、はい、健康チェック表、けんちゃんの健康チェック表をちょっとしてみてください。で、体重をちょっと測っていただく、はい、これ 1g までしか足りないから86から5の間に、はい、朝晩測ってもいいですね、少し測りますね、今日は6月に1回ですけど、で、1日1回はご飯をあげてみてください。下がるかと思います。で、もともと食べてるの、あの、ワームとかコオロギに海鮮パンを買ってたのはあげてもらって、で、それにペレットをちょっと崩してね、うん、混ぜたりとかしてください。元気はどうですか、動きは。動きは、やはりあの気づかいたいのか、うん、まあ、ここ最近はもうじっとしてるっていうか、まあ、まあ、ちょっとお尻を上げながら動きます。痛いよね、これ。かなり痛そうだもんね。じゃあ、まあ今の元気を60にしましょうか。はい、でこれより良ければ78です。はい、これより悪ければ数字下げてください。で、うんちおしっこ、今しましたね、午後。だから、です。いや、これは出たんだけど、硬い。まあ、これ S ってのは、あの、下じゃなくて、あの、ちょっと柔らかいとかね、ソフトってことですね。はい、で、硬ければ、H で。ハードで。うん、ハードで。まあ、普通っぽければ、エンドラルで。はい。で、尿酸はね、出ていいんだけど、あんな硬いのは普通は違います。もうちょっと柔らかいです。だから、水分がちょっと足りてないんじゃない？だから濃いんじゃないかな。ああいう硬いのが毎回毎回出たらやっぱり痛いんじゃないかな。そうですね。うん。それとあと、環境は結構大事なんで、温度と湿度。はい。まあ、暖かくして見えると思うんだけど、実際にどれぐらいの環境、温度、湿度になってるのかっていうのがですね。ちょっとエアコン止めてください。温度計と湿度計をちょっと置いてね。今時計の中は26度ぐらいですね。なるほど。で、一気に上がりすぎると怖いので、晴れた日とか、明らかに30度、部屋のもうエアコンかけて、全体を。了解です。で、まあ、一応、朝一の、ね、温度と、まあ、測れる日は昼過ぎ、夜と、ちょっと温度湿度を計測してください。で、まあ、温度はそう、30度ぐらい。まあ、25から30度ぐらいかな。湿度はまあ 30% から60ぐらいの間がいいかなと思います。あのとにかく、まあ、40から60でもいいんだけど、あんま乾燥しちゃうとね、良くないから。だから、お水は、水入れが置いてあるんですか。水入れと、あとはウェットシェルターですね。はい、横使ってますね。ウェットシェルターってことは、そこに入られるってこと。はい、入ったりもしてますね。あの上にあの素焼きのタイプのやつで上に水やって、内側からあの、それはじゃあ、お水はあったかいの、冷たいの。これは多分常温ですね。常温。はい。じゃあ、あの、それずっと置いとかないでさ、ちょっとぬるま湯でさ、はい、置いてあげたら。うん、で一応もう一個、あのこの子に対してはもう一つ、あのタッパー使ったあのウェットシェルターをもう一個作ってまして、うん、でそこはスポンジに水含ませてて、あの床下のパネルヒーターの上に置いてるんで、まあ、中全体、温度もちょっとそこは高めの。で、まあ、この子の場合は入って、まあ、そこを自由にやれるようにしてます。まあ、ちょっとそう、この子ちょっと水分のあれが、まあ、要はぬるま湯、はい、ちょっと温度で言うと私も分かんないけど、38度ぐらいかな。お風呂よりもちょっとぬるいぐらいの、あの、温浴をさせるわけではなくて、温浴の感じで。だってこんな温度ずっと保てれないからさ、はい、うん、だから38度ぐらいのぬるま湯で、まあ、3分か5分ちょっとそこにつけてあげる。あ、はい、うん、でもうすぐ温度下がっちゃうから、はい、そしたらもう3分5分経ったら、もう冷めたらもうそれを外してもらう。はい、まあ、温浴ですね。それは頻度的にはどれくらいの、1日1回。で、まあ、時間的には3分ぐらい。3分。要は、もう冷たくなったら、やめといてもらった方がいいですか。要は、代謝を高めたい。そうですね。うん。だから、温浴してあげて、で、まあ、あと体を拭いてあげて、その後、これ温度差ありますかね、この子のいる場所は。ありますね。うん、だからあったかいとこと、まあ、25から30ぐらいのところ、はい、だからそのあったかいところの下にちょっといて、はい、あったまって体勢を高めるというかね、そういうこともした方がいいし、それからこの子たちはそう基本に一個一個はいらないと思うんだけど、まあ、もしやれるんだったら1分から10分ぐらい、うん、一個一個もしてもいいと思います。はい、
ただね、ガラス越しは UVB は通らないんで、あの、あんま網戸越しとかね、はい、日光浴するとカルシウムの代謝も上がると思うし、上げてるのはパウダーカルシウムを上げるためにやってます、はい、で、それ以外にそのUVB を浴びると、ね、体の中のビタミン D、活性型のビタミン D になってカルシウムの代謝を良くしてくれるとか、あと殺菌作用も、ね、UVB にあるし、免疫力も高めた働きもあると思いますので、まあ、そんな長時間やらなくていいですから、1分、そんなにしてないですよ、肉力なんて。基本は明るい、比較的明るい場所にはいますけど、うん、ガラス、まあ、ガラス越しですよね。ガラスです、うん、だからガラス越しじゃない日光浴で、あまりガラス越しの日光浴は温度がすごい上がっちゃうわ、部屋の中だと、はい、そうすると気をつけてないと35度が部屋の中だとね、なっちゃう可能性があるので、そこはちょっと気をつけてくださいね、はい、あんまり日が当たるところに置いとかん方がいいような気がする、まあ、直射日光は基本当てないですし、はい、カーテン、遮光かけてそうですね。で、食欲、元気、うんち、おしっこ、それから、まあ、できればお肉と、できれば日光浴、雨降ってるかできませんからね。で、環境温度を整えて見てもらうと、これをちょっとつけてください、はい、それからさっきやったですね、それからあと薬剤は薬できた、薬剤こっちで用意するからね、長さん薬作ってるよね、長さんどこにいる、で今ちょっと薬を作りますんで、はい、A の薬、はい、一滴を1日に2回、はい、もし飲めるなら4回まで飲んでいいです、あ、飲んできたらね、こちらが A の薬ですね、入っている中身はですね、抗生物質ペンロフロキサシン、まあ、割と広範囲に効きます、皮膚の表面にも効くし消化器系や、はい、あの呼吸器にも効きます、で、表毛によく使ってます、それからあとはモサプリド、モサプリドっていうのはあの消化管機能改善薬、まあ、要は胃腸の動き機能を高める薬です、ね、それで動き機能を高めて食欲を増やす、それからもう一種類が、メトクロプラミド、メトクロプラミド、作用基準は違うけど、これも胃腸の機能、動きを良くします、で、プラスこちらに整頭作用があります、ちょっと吐き気を抑える、そんな普通吐かないですからね、この子たち、そうですね、私も吐いたのこれ初めてだったんですよね、あんまり表面って吐かないんですよ、基本的には、だからよっぽど調子悪いんじゃないかって出すってことは、それから、あとはタウリン、タウリンはちょっと肝臓元気にする、それから総合ビタミン、それからブドウ糖、ブドウ糖はちょっと口当たりよく甘みがあるよね、あともう、あとはもうプロバイオティクス、プロバイオティクスっていうのはあのお腹の善玉菌、腸の善玉菌、腸の善玉菌を補ってあげて腸の環境を補ってくれると、まあ、自分で治すから免疫力が上がってくるからですね、免疫力が上がってくる、あともう一個がアガリクスっていうのはキノコなんですけど、私たちが食べるキノコにもそうなんですけど、ベータグルカンという成分がキノコにで、アガリクスはこのベータグルカンがたくさん入ってるんですけど、このベータグルカンもやっぱり免疫力を高めてる、こんだけのものが入ってますので、まあ、最低2回ね、1滴これ点眼瓶になってますので、粉をお水で溶いてるから土に溜まりますね、よく振ってからね、それからもう1個 B の方ね、これは1滴で1日1回、今日だけ2回やってください、今日は私が今1回飲ませて、これは基本夜やってもらうと、夜ね、はい、入ってるものはヒロコキシブ、ヒロコキシブっていうのは消炎鎮痛剤、炎症を鎮める、痛いのを和らげる、これ相当痛いと思います、見た感じね、
で、消炎鎮痛剤も2種類あってね、ステロイドと非ステロイドとあるんですけど、はい、まあ、ステロイドが強いんですけど、とりあえずステロイドじゃない方に、はい、非ステロイドの方で行きます。あんまり悪かった、治らんかったらステロイドを使うかもしれません。で、消炎鎮痛剤があるのと、このフィドコキシブっていうのは一応、ね、少し抗腫瘍効果も期待できます。腫瘍があったとしたら、その成長を抑えるというかね、抗腫瘍が働きます。で、あとは、ビタミンと栄養等がこちらにも入っています。で、今からちょっと飲ませるのもね、そう、あとはうん、今もコールに食べるんですよね。食べますね。まあ、ワームの方がやっぱ食いつきはあるんですけど、ワームじゃいいですから。治療をするときにですね、水消毒薬つけたりね、はい、飲ませたりするじゃないですか、はい、で、すんならなんとか